先生、大手塾はどこがおすすめですか？可愛がいいんじゃないですか？大学受験はもう可愛い寸大でいいんじゃないですか？高校受験も可愛いでいいんじゃないですか？どこの塾通っても結局本人自身がどうするかっていう問題だけだと思うんですけどね。あとは、高校受験で本当にこう、やってるだけの塾めっちゃ多いですね。やってるだけの塾。もう成績上がるどうこうじゃないんですよね。いやもちろん先生たちは一生懸命で成績上げるためにやってくれてるんだと思うんですけど、難しいですよね。家で勉強しない子が伸びるわけがないんで、なんで、どんなに塾を通っても勉強しない子は伸びない。じゃあどうすれば伸びるかって言ったら、そんだけ塾に通わせるしかもう無理ですね。演習も管理してくれる。教えもしてくれる。そういった塾に入れるしかないです。はい。だからそれをお金ももうかけれないっていうんだったら、もうある程度諦めるしかないんじゃないですか。本人自身の問題だと思うんで。